カタログは商品や展示物などの品目を整理して書き並べたもので目録や説明書、案内書を言う。漢字でカタログと当てる場合もある。パンフレットやリーフレットはもともと印刷物の形態を指すが印刷物としての用途から説明書や案内書の意味合いを持つようになったため利用目的が似たカタログと同一視される場合が多い。本来、 目録であれば、携帯により、パンフレットにした、カタログあるいは、カタログのパンフレット、リーフレットカタログなどという表現になる。また、特に通販の多いものや、より詳細な説明を施したものを、高級パンフレットイコールカタログと解釈することも、あるが、宣伝広告の分野では、規制のものとの差別化を図る意味合いから、ブローシャーブローシュアという言葉を使うようになった。 主にライブラリーカタログ、メール、オーダーカタログ、オークションカタログなど、何のカタログであるかということを示した上で用いられる場合が多い。単に、カタログというと、例えば商品カタログの場合は、商品番号順に並べた品番リストを連想する。写真やイラストを多用して詳細な説明した、高級なパンフレットやカタログは、ブロシュアーと呼ばれ区別される。多くは、 商品購入希望者に無料で配布されるが商品を販売している代理店はメーカーからは販促品として購入している場合がある。顧客に有料で販売されることもあり、日鮮ホールディングスやディノス等の通販カタログの一部、鉄道模型のカタログがある。トヨタ自動車が運営するメガウェブでは有料でカタログが販売されていた。ありがとうございます。